ニジニノブゴロド、ニジニノブゴロド、ニジニノブゴロド、ニジニーノブゴロドとも、ニツンチノブゴロドは、ロシアのニジニノブゴロド州の州都。ロシアを代表するタイが、ボルガ川と岡川とが合流するところにある、商工業都市で、モスクは、サンクトペテルブルク、ノボシビルスクに次ぐロシア第4の都市であり、ソイボルガ連邦管区の本部所在地になっている。 主に自動車産業で有名な工業都市である。人口は133万人ほど、近郊も入れた大都市圏全体の人口は約200万人。北緯56度20、統計43度54に位置する。ソビエート連邦時代はこの地で生まれた文学者、マクシム・ゴーリ・キーにちなみ、ゴーリ・キー、ゴア・キッチと呼ばれた。 1221年に築かれた東部の要塞を起源とすることであるが、町の本来の名前である、ノブゴロドは、新しい町を意味する。22は、ロシア語で、下のという意味の形容詞で、ロシア北部にあることノブゴロド、ベリーキーノブゴロドなど、ロシア中にある同盟の町と区別するために付加される。1220年、モルドビン人のオブラムコ イネイザー・オブラムの都であった要塞オブラゴシュ、オブロン・アッシュが、ロシア人により攻め落とされ、翌1221年に、ウラジーミル大公ユーリー二世が、要塞や土木造の要塞を築いた。これが、今日の虹ニにニノブゴロドのクレムリンとなる。ウラジーミル大公国の重要な二大河川、オカ川とボルガ川、モルドビン語で、ラブ・ロブ、または、ラバ・ロバの合流点に位置する。 オブランオシュ要塞は、下の新しい町を意味するニジニノブゴロドと解明された。ニジニノブゴロドは、モルドビン人の攻撃に何度もさらされ、1229年1月には、アルザマスのエルジャモルドビン人君主、プルガス公、イネイザー・パーガスに行為され、辛くも守り切った。しかし、モンゴルのルーシュ仰の最中、ユーリー二世が1238年3月4日に、 現在のヤロスラブリ州で、モンゴル帝国との間に起こった、七川の戦いで戦死すると、東部辺境の小さな要塞だったニジニノブゴロドは、プルガストの戦いの後に再建した生活を守るため、戦わずして、モンゴルに降伏した。こうして、南ムを逃れたニジニノブゴロドは、モンゴルの支配下で辺境の守りとして強化され、その城塞、クレムリンは、 ゴルガと丘に挟まれた天然の要害として難航不落を誇った。モスクワやトベリ同様、ニジニノブゴロドもその重要性の低さゆえにモンゴルに破壊されずに生き残ったロシアでも比較的若い町であった。しかし、タタールの首引きの時代のロシアにおいてモスクワなどと同様ニジニノブゴロドも次第に重要な役割を果たすようになる。ジョチウルスの承認のもと ニジニノブゴロドは、ウラジーミル・スーズダリ大公国二千百六十四年に、併合される。その八十六年後の三百五十年、ルーシウスの有力な公焼であるスーズダリ大公が、ゴロジェッツラ・ニジニノブゴロドに移ると、ますます重要性は高まった。スーズダリ及び、ニジニノブゴロド大公であるドミトリ・コンスタンチノビチ、三百二十三年から三百八十三年は、 首都ニジニノブゴロドをも加えに負けないほどの町にしようとし、石造りのクレムリニア聖堂を築き、年代記作家や歴史家たちのパトロンとなった。ロシアの現初年代記の初期の写本、ラブレンチー写本、ローレンシアンコデックスはこの地の修道士ラブレンチーが1377年に表している。1392年、ニジニノブゴロド国はモスクワ大国に屈して、 その一部に編入された。ニジニノブゴロド公は、シュイスキーの名を得て、モスクワの大貴族となり、後には全ロシアのツァーリになる者も現れた。バシーリー・シュイスキー。ボルガブルガールを屈服させ、ボルガ中流にまで勢力を伸ばしたジョチュルスの将軍エディゲは、1408年には、ニジニノブゴロドを攻略し焼き払った。 その後再建されたニ、ジニノブゴロドの南高フラクのクレムリン、城塞は、火山反国の侵入に対する最強の砦となった。現在見ることのできる巨大な赤レンガのクレムリンは、1508年から1511年にかけて、イタリア人、ピョートルの監督により建設された。1520年と1536年には、火山反国に攻められたがこれを撃退した。 ニジニノブゴロドはまた、東西交易やボルガ川交易でも栄えた。1612年、東西交易で利益を上げていた町の肉商人で、愛国者であったクジマミーニンが、ニジニノブゴロドの国民義勇軍を組織し、ドミトリー・ポジャルスキー公の指揮のもと、モスクワ大公国の動乱期に乗じた、ポーランドのロシア侵入に立ち向かい、モスクワからポーランド軍を追放した。翌年、 ミーニンやポジャルスキーらの開いた全国会議によりミハイル・ロマノフが新位ツアーリに選ばれロマノフ朝が成立する。ニジニノブ・ゴロド・クレムリンの前の中央広場は愛国の英雄の名を取りミーニン・ポジャルスキー広場と呼ばれる。地元では単にミーニン広場とも呼ばれる。またミーニンは没後ニジニノブ・ゴロド・クレムリンに埋葬された。センライ・オアン制の前には 2005年10月21日に、モスクワの赤の広場に立つミーニンとポジャルスキーの像の複製が建てれた。この制度前は、彼らが国民軍結成を呼びかけた場所と信じられている。18世紀には、ショートとしてニジニノブゴロドは繁栄し、ロシア最大の交渉、大事主、産業家であったストロガノフ家がこの地に拠点を置いた。ストロガノフ家は、 多くの聖堂などを寄進しており、19世紀から20世紀の変わり目には、ストロガノフ様式という独特の建築や絵本絵画が、ここで生まれている。19世紀前半には、ロシア最大の見本紙であるマカリエフの定期紙が、同州マカリエボのジルトボツキー・マカリエフ修道院から、ニジニノブゴロドに移転し、毎年7月に、のべ数百万の商人や観客がロシアだけでなく、 イランや中央アジアからもやってくる賑わい停止た。こうして、ボルガカ藩の町は、ロシア帝国の商業の中心地となり、さらに工業も急激な勢いで発展した。その中でも、最大の工場は、ソルモボ製鉄所で、ニジニノブゴロドの山手のモスクワ駅とは、専用鉄道で結ばれていた。ニジニノブゴロドの下町側には、私鉄モスクワイコール火山鉄道の駅があった。 その他の産業も緩やかに成長し20世紀にはロシア第一の産業都市であった。1896年には全ロシア産業芸術博覧会、反ロシア博覧会が開催され、物理学者アレクサンドル・ポポフの世界最初の無線受信機、ウラジー・ミル・シューホフの世界初の双局面構造の鉄塔及びラスシェル構造のメインパビリオンが披露された。この時代、 この町に生まれた社会主義リアリズムの作家マクシム・ゴーリキー。1868年生まれ、本名、アレクセイ・マクシー・モビチペシコフは、ニジニノブゴロドの労働者たちや、ボルガカワ・ギの農民たちの苦難に満ちた生活を描いた。彼の成果は現存しており、不動産を取得した彼の祖父にちなんで、カシリンの家と呼ばれている。 1917年の10月革命以前には、丘側にも、ボルガ側にも橋はかかっておらず、人も列車もフェリーを利用していた。タイガ・ボルガを越える最初の橋は1914年に、モスクワイコール火山鉄道会社が建設に手した鉄道橋だが、ソ連時代になるまで完成せず、コテリニ地域の鉄道が強用されたのは1927年になってからだった。 1932年から1990年までは、この町出身の文豪マクシム・ゴーリキーにちなんで、町の名は、ゴーリキーとなっていた。1932年、ゴーリキーは1921年以来療養で、滞在していたイタリアからソ連と戻った。彼をソ連へ招待したヨシフ・スターリンは、作家の帰国を代々的なプロパガンダに利用し、 生まれ故郷の街の名までゴーリキーに変えてしまった。ソ連時代には、なず、ニジニノブゴロド自動車工場、あとに、ヤス、ゴーリキー自動車工場に改称、ボルがブランドの自動車で有名が誕生した。アメリカの自動車をヘンリー・フォードから技術を導入して、トラックやトレーターを製造しており、フォードも機械や人員を送るなど支援を行った。その他様々な軍需、 民主の工業の拠点となったが、それゆえ外国人の立ち入りが禁止された閉鎖都市となった。ソ連国内の旅行客には、ゴーリキーは、ボルガ川遊覧の船に乗るために立ち寄る町だったが、軍事上の都合から1970年代半ばまでは、市街地図すら市販されていなかった。原子力産業も位置し、1980年から1986年にかけては、 ノーベル平和賞受賞者で、各物理学者のアンドレイ・サロフ博士が、ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻への批判を、咎められ、夫人と共に、外国人と接触できない、合理禁止へ、国内流刑となっていた。1990年、町の名が元に戻ると同時に閉鎖都市も解除された。真夏の気温、18摂氏32度、64、下詞90度、 真冬の気温、マイナス14摂氏24度、ロックカシ12度。ニジニノブゴロド州は、ロシアの工業生産校では7位にランクされ、地域経済の中心は、原料化工業が主となっている。633社が70万人を雇用し、労働者の62%は、原料生産に従事している。工業は、州の GDP の83%を占める。 主な産業は、機械工業と夜勤工業で、続いて、石油化学、林業、製材、製紙などとなっている。機械、夜勤、科学で、工業生産の75%を占める。ロシア国内外からの投資意欲も高い。市内の主な企業は、合力自動車、ギャス、クラスノイ・ソルモボ、船舶など、他航空機、電子製品、工作機械などの工場がある。 輸出入で世界経済と結ばれ、主な輸出先は、ウクライナ、ベラルーシ、スイス、カザフスタン、ベルギー、フランスなど。輸入は主に、ウクライナ、ドイツ、ベラルーシ、カザフスタン、オーストリア、オランダ、中華人民共和国、アメリカ合衆国などになる。また、金融業も盛んで、銀行や保険、投資ファンドなどが多数立地する。株式、 金融、農産物取引所も所在する。シベリア鉄道の特急、ロシア号の停車地となっているモスコフスキー駅を中心として夜行列車がモスクワへ走り、2002年12月からはモスクワとの間を5時間弱で結ぶ高速列車も運行している。ニジニノブゴロドにはボルガ中流域の鉄道を管轄するゴーリキー鉄道支社がある。また、市内は2路線からなる。 にじみのブゴロド地下鉄が走っている。にじみのブゴロド国際空港には、ロシアヨーロッパ各地を結ぶ路線が就航している。ボルガ川、丘川の水運の中心でもあり、貨物船や客船が行き交運河や支流などを通じて、モスクワ、サンクトペテルブルク、アストラハンを結ぶクルーズ船も運航する。また、古いクレムリン、 上ン・やストロガノフ家の寄贈した数々の教会のほか、オペラやサーカスなどの劇場やコンサートホール多数、ロシア帝国時代やロシアアバンギャルドなどのロシア美、ヨーロッパ美術や東洋美術を収蔵する美術館などがある。高速道路はモスクワ・ウファ間を結ぶロシア連邦道路 M7 が通り、この地域の道路網の中心である。 2018FIFA ワールドカップの開催都市の一つとなり、新築のニジニノブゴロドスタジアムが会場として使用された。大会後は、ロシアナショナルフットボールリーグに所属する FC、ボルニジニノブゴロドの本拠地として使用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。